ナジュム・ティーン・アリー・ハーンは、東インドのベンガル大主、ナジュム・ウタウラとも呼ばれる。1747年頃、ベンガル大主ミール・ジャーファルの次男として生まれた。1764年1月29日、父ミール・ジャーファルに、後継者に指名され、1765年2月5日に、父が死亡したことにより、大衆位を継承した。だが、ミール・ジャーファルの死後、 イギリスは、ベンガル大使就任の条件として、その追認必要とすることを条件とした。ナジュムッティーム・マリー・ハーンが追認されたのは、同年2月23日のことであった。なお、3月25日には、ムガル帝国の皇帝者アー・アーラム・ニセイの追認も受けた。イギリスは、その際、ナジュムッティーム・マリー・ハーンを、大衆に据えた法相として、軍隊の大部分を解体させ、イギリスが任命。 罷免する副大使を通して、ベンガルを統治することを許された。これとは別に、会社参事会のメンバーは、大使から150万ルピーを支払わせた。同年9月30日、ナジュムッティ・ニャリー・ハーンはイギリスに、ベンガル、ビハール、オリッサの3州のディーワーニーを授けた。これは8月に締結されたブクサールの戦いの、講和条約、アラーハーバード条約で、 皇帝者アーラム2世により認められたものであった。1766年5月8日、ナジュム・ティン・アリー・ハーンは、ロバート・クライブを出迎えるためのパーティーで発熱し、そのまま死亡した。大衆位は、弟のナジャーバとアリー・ハーンが継承した。ありがとうございます。